ました。お疲れちゃん。はいはい。もうきついなことある？あーいやしょっちゅうだよ。しょっちゅう、うん、どうぞ。じゃあどうぞ外してどうぞ、うん、メキシー。あ、部長と警部補ですね。はい、どうぞ。詳しいね。いや、今ちょうどちょっと新宿行くとこです。そうなの。はいはいはい、はい、ね、すごいね、悩んでたね。行こうかどうしようかね。悩んでたね。真っ暗なことだからさ、確認取りたかったね。いや、ほら、来る人と来ない人いるじゃん。で、来ないんだったら来ないで、別に俺はほらそのまま行っちゃうからさ。いや、フルスモークかどうか確認したかった。慣れてんじゃないですか、お父さん。2回ぐらい横並んでるけど、やっぱ見てこない人もやっぱいるわけじゃないですか。早く帰りたいな、俺みたいな。これどれ？どれ？これ、あ、栓抜き。これちょっと、うん、後輩にもらったね、誕生日プレゼント。びっくり、買ったかった。光もんかと思った。大丈夫だよ。でも、ほんと人によりますよね。だから、見て、なんかの声かけられたんだろうなって声かけない人もいる。あー、紹介、1、2、3帰ってきました。なんかそれが仕事だもん。あ、それが仕事だもん。お前もなんかもいいですか。いやだ、大丈夫だもん。どうぞどうぞ。ベテランじゃん。ベテラン慣れすぎてるわ。いやでもさ、俺、うん、あ、今日はいねえのか。何、なんか、まあいいよ。俺この間気に、この間俺一時連にやられたんですけど。指導課？あ？ここに毎週参ってる人？あ、それはあれ職務質問昨日あれでしょ？あの地、詳しいな。あの地域総務部から来るやつでしょ？おお、そう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 。これさ、何壊された？こ、俺この間これすっげえ言われてさ、これ、これさ、嘘だよ、違うよこれ。これ喘息の薬なんですよ。でほら最近今年5月もあんな暑かった。でも夜また寒いじゃないですか。で、昨日もらの大雨でしょ。で、喘息ひどくて薬をこうやって粉で飲まなきゃいけないんですけど、いつも俺こうやってバンかけやられるんですよ。で、今まで一回も言われたことないのに、この間一時らのね、111だか110番だかに止められて、同じ入れ物入ってるんですよらしいですね。で、俺原宿 PS まで連れてもらって、で、その場で X チェッカー、なんかあの西安からアリオンが来て、その場で、あ、新しくなって MX チェッカーってやらされて出なかったんだよ。で、僕用事あるんで、知ってるな。俺も目の前だったんですよ。友達に呼ばれてて、家の目の前ぐらいで止められて、いや僕ね、もう用事あるし協力してるし検査出ないんだからいいでしょっつったら、うまいよね、あの話術っていうの。だってお兄さん、だって何もやましいことないんでしょ。だったら尿検やらしてよって。いやいや、それ違うでしょっつって。だから今ね、X チェッカーまでは協力しますよって。でも、いくらね、簡易キットでも出ないんだからいいじゃないですかっつったら、うまいよね、食い下がらないの。そっからずっとさ、アリオンの中で言われてさ、頼むから来てくれっつって。そんなに自信あるんだったら来て尿検やったって構わないでしょって言うことよ。で、連れてこられて2時間だよ、トータル。出した、出したよ、尿検さ。おしっこ出したよ。だって出さなきゃさ、これ帰らしくねえでしょ。帰らせないことはないけどさ。え、そうなの？帰らせないことはないけど、やっぱりお願いするしかないでもさ、疑いがあるでしょ。万が一で、ここでじゃあ今お前さんたちが俺のことを怪しいんでさ、あ、こいつやばいぞ、なんかやってるっぽいぞっつって尿検やってくれっつってさ、断るじゃん、ついてくるよね。まあね、ひたすらついてくるよね。まあ、それが仕事だからさ、うん、いや俺、いや協力するのはいいんですけど、ただね、そういうのに入ってる。でも、もともとそういうのに入ってるってんの、来んの、
違うでしょ。うん、違う。だから要は家帰ったんでしょ。そう、もともとはその喘息の発作を抑える薬で粒でくるんですけど、発作が出るときってやっぱ喉が狭くなってるから粒飲むのも痛いんですよ。当然飲めるわけないじゃないですか、粒なんて発作を抑えると。ああ、粉にしたからこのケースに入れてる。そうで、これはもうもともと俺がガキの頃からずっとこれで入れてるんですよ。で、この間1時ラジオにすごい疑われちゃって時間ですよ。ごめんね、入ってる量がね。少しずつさ、やけに入れても見えちゃう。でも入ってるよね。粗いでしょ。何ですか、粒子は。あ、粒子粗いっすよ。でさ、だって、あ、まだ見てる。ポイント貯めてくれって言うんですよ。大丈夫、大丈夫。その他人名義のキャッシュカードは持ってないから。で、他人名義のキャッシュカード持ったらアウトでもない。まあ、大丈夫。理由によりますよね。ベテランさんだよ。粒子はあれだね。いや、ほら、シャブじゃないのは見りゃわかんじゃん。あの、ほら、発火みたいな、あれになってる。あ、でもシャブで思い出したけどさ。まだあるの？あ、シャブ？俺ちょっとシャブ、実はこれね、マットの下にほら、隠れてる。で、シャブってやっぱ何？あの依存性そんな高いの？高いよ。俺いつだかさ、あの、リュウチ入ってた時にさ、あ、障害聞いたでしょ？入ってた時にさ、新しいの入ってきたんだよ。で、その日2時間ぐらいぼーっとしてんの、そいつ顔真っ白になって。で、まあほら、同じ雑居の中だから、お前どうして人でも殺したのかって言ったんですよ。押したら、いや、シャブで捕まっちゃったんですよ、つってて、大丈夫、大丈夫、そんな起訴されてパイだろ、つって、大丈夫、パイだよ、つったら、いや、僕そんなんじゃないんですよ、つって、なんだお前、執行猶予持ちか、つって、いや、つって、どうした？出てきたばっかなんですよ、つって、いつ？つったら、今日の昼前に出てきたばっかなんですよ、つって、何年行ってたの？つって、3年、つって、で、3年勤めて出てきて、何、どうしたの？つって、やっぱアスカじゃないけど、お塩とかほら、あれじゃないけど、やっぱシャブやって、やんのがやめられないっつって。のが覚えてる。そう。で、もう、嬉しくなっちゃって、3年ぶりだから。で、ホテル行って、女呼んで、コンマ5ぐらい出ちゃったんだって。ちょっと調子乗って。そしたら、不純物多かったらしくて、もう決まっちゃって、発狂で。で、気づいたら自分ここっすよ。そう。そう。もう笑ってないよ、そいつ。なんで、じゃあ、お前もう、だって出てきてその日だろ。5年経ってねえんだから、お前、累犯で、次、お前4年はぶち込まれんぞって言ったんですよ。そしたら、なんつったと思いますよ。で、俺言ったんですよ、それで。お前、4年もお前、シャバに出れねえんだぞって言ったら、4年出れないのはいいんですよって言って、4年打てないのはきついですってびっくりしたって俺が言ってやったよね、お前人だけは殺すなよって言って。ほんとに。すごいっすね、あれ。あれやっぱ人によるってあれなんですか？人によるけど、使うやつは意志が弱いからさ、やっぱりやっちゃうんだよね。いや、俺もさ、あんまほら、そんな、何？いや、人の犯罪やってるようなやつのことはでけえく叩けねえけど、ねえ、シャーブその笑っちゃってさ、俺留置所の中で。その日っすよ。そうだよ、多いよ、新宿あたりなんかいっぱいだよ。え、新宿ってこれ、これは新宿の分中のだっけ？違う。あ、鎌、南千住。中央。あ、中央か。だけどやっぱね、新宿一番多いんですか？新宿にあるのは2、頭が2ってやつ。あー。200番台。あ、あそこは2次ラン。あ、そうかそうか。で、で交通が4か。やっぱ新宿って多いんすか？多い。まだ新宿だね、やっぱり。そうなんですか。で、そいつも新宿で買ったって言ってました。やっぱ新宿なんですか？あ、新宿で思い出したけど、あれ、逮捕術訓練の大会どうなったんですか？わかんないんですよ。あ、ジラさんじゃ出ないの？ジラの方で出てる。あれ、掛け声ってみんな一緒なんですか？ 1,2,3,4 って。あれ、耳から離れ、あれ自衛隊と一緒っすよね。ね、1、2、それ、1、それ、2、何発したの？聞こえてたの？聞こえてた、聞こえてた。1、2、3、4、つってみんなで言っちゃってさ、で、リュウジのやつみんなで言うんだよ。1、2、3、4、つって。新宿強いっすよね、あそこね。強いっすよ。ね、だって、もうさ、集めるから。あ、やっぱそうなんですか。もういい、後ろとか見てないけど。ありがとう、ありがとうございました。いや、まだあるよ、ほら。大丈夫ですよ。ただ、この先、ニジラ、新宿、うん、まだ歩いてたんですか？顔見知り？ニジラとは。たまに言われるのが、あれ、お兄さんこの間止めたよね、で、俺、彼女が8方面なんですよ。八、うん、ジラの方で、ひどい時なんて、1日に5回止められましたからね。なんか、こっからの講習で帰ると、警察署がいっぱいじゃないですか、立ち構え。今、いねえもん、フルスモーク。びっくりしちゃって、もう、その時怒っちゃってそう。でそういうのが分かんない、真面目なことなんですよ。警察止められるイコール悪い人。じゃあそのためにもスモーク外した方がいいよ。いや、それとこれとはほら。いやでも冗談の時に俺暑いから。まあそうなんだけどさ、気持ちは分かんだけどさ、
ね、やっぱりそれは単純だから、つながれ。あ、ほら、コーパ見つけたらもう窓下げて、あ、どうもーみたいな。コーパ持ってっかに行きたい。そうそう、だから、ほら、俺も下がらない。あ、警棒それかっこいいよね。そこの1ってやつね。あれなんだっけ、じゃ、なんとかフォースなんとかって書いてある。ほら、基礎がなんだっけ、MIT だっけ。あ、なんとか、そうそう、なんとか。そうそう、いやよくしてたらもう、仕上げたい。じゃあもう、大丈夫かな。大丈夫です。見てないで。あれ、俺 ETC カードどこ行った？